高根屋で、今日もフォートナイトでビクロイ狙って遊んでくな。このちっちゃい家によりよっと。シールドとサブマシンガンしかなかったが、近くに雇える NPC おるから雇っとこ。よろしくな。アイテムあさっとったら足音がしたで。さてどこによるかな。お、中性。これうちが雇った NPC とやり合っとるな。今行くから待っとけよ。お、案内してくれるんか。ちらっと見えた。待て待て、逃げ足の速いやっちゃで。もう追いかけっこはおしまいや。決着つけたる。よっしゃ上取った。スケスケで姿丸見えや。つらい。よっしゃ1キル目。そんじゃ車で敵探しに行くで。で近くで足音。敵さんや、待っとけよ。すぐ倒したる。音はこの辺りやったな。そこか。サブマシンガンを食らい。よっしゃ2キル目。今度こそ車で移動や。手打たれとる。そこか。今引いたるから動くのよ。ええや、シールともない示しの息やな。もう一回引いておしまいや。くらい。おっと外れて抜いた。降りて直接倒すとしますか。建築なんてサブマシンガンの連射力がないから無駄無駄。あっという間に3キル目。敵さんはどこかな。お、銃声が聞こえたで。あっちの方や。この辺りやと思うんやけど。お、三打身発見。よっしゃ4キル目。もっといっぱい倒していくで。どこや敵さん。足音や。建物の中におるな。まずは上を取ってっと。どこかな。お、アイテムを使った音。真下か。ショットガンが食らえ。これで5キル目やな。さあ次行こか。銃声が聞こえてくるで。丘の上の方や。戦っとったら美味しいとこ取りができるから急げ。すぐ近くの橋発見。でも一人だけやな。すぐ倒したるからな。ショットガンのフライってあれ、バグって弾が出えへんかったわ。まあ A は6キル目。敵さん発見。降りていったる。あ、トトムは車に引かれたな。かわいそうに。なんだかんだで7キル目。空に島が出てきたからアイテム取りに行きます。よし出てきた。何が出たかな。大したもん出えへんかったわ。とりあえず移動しよう。お、下から足音が聞こえるで。おっちゃん、崖家だからめちゃくちゃ有利やで。微妙に角度的に当てるし、直接叩いたろ。これで8キル目。お、ちらっと敵さんが見えたな。今倒したるから待っとけよ。発見。サブマシンガンを食らえ。お、あの敵さんマグニートの力持っとるやんけ。隕石投げたりボートできたりする武器なんやな。うちもそれ使いたいから絶対倒すで。あかん感じが全然当たらへん。お、敵さん NPC に気を取られとるな。チャンス、くらえ。よっしゃ撃破したで。これで9キル目。これがマグニートの力か。使うのが楽しみやで。お、中性や。サブマシンガンを食らえ。このサブマシンガン反動が少なくて当てやすいんもな。さてあと残るは2人。気を引き締めていくて。崖下に隠れとったりするかな。おっと足滑らせてしもた。でこの音は車のグレネードランチャー。これはちょっとまずいかもしれへん。でこっか行った。遭遇優先して行動しとるんかな。お、もう一台車が来た。今持っとる武器じゃ車アイテムはクリアで。で黒い方の車風に落ちていったな。青い方の車の人が車から降りた。チャンス。もう車のボロボロやん。壊せるのこれ。よっしゃ10キル。ラスト1人。しかも相手は崖下でこっちが有利。でも倒す前にちょっと武器あさっとこ。念のために空飛べる武器持っとくか。よっしゃ今行くからな。なんか車が引っかかっとる。マグニートの力を食らえ。車から降りた。真上からの範囲攻撃を食らえ。よっしゃ11キルでビクロイや。新しい武器も使えたし今日は楽しかったな。またフォートナイトで遊んだ動画が撮れたらアップするから見てな。そんじゃバイバイ。